申し訳ですね、はい、それまでずっとヒットが出ませんで、まあ、やっとヒットが出てから、5月3日にサヨナラホームランですとか、まあ、徐々にいい感じにはなっ、はい、あたんにそれは私があのおかっぱ頭だからですかね。とんでもございません。いや、非常に可愛らしい声でどんな顔か見たいなっていうファンの方も多分いっぱいいらっしゃると思うんで、あ、ね、お楽しみに。あ、そうですか。さあ、このその藤井選手が打ちましたが、秋山が掴んでいます。面があるからね、はい、今日はちょっと聞いてみたんですけどもね。なるほど。やってもらわなければいけない選手の一人ですよね。はい、はい、このプレイヤーがね、陰に隠れて努力してるプレイヤーがなんとかこうシーズン入っていい成績を出してほしいなという気持ちはありますね。労働家は中立な立場でないといけないけど、はい、ねえ、田中幸雄は藤井より頑張ってたのかな、その時もなんてね、まあ自分の選手ですから、まあその辺のことはもう僕らに対してもそういうところで言うんでしょうけれども、謙遜気味におっしゃるんでしょうが、しかしまあああいう格好でなんかこう爆発してほしいって気持ちいっぱいの、そんな表情でしたね。最初のあたり右に持っていきましたが、落下点に平野が入りました。がずっしりとのしかかってまいります。8回の裏、まあ、ここで何やら手元のメモを見てますね。佐藤義典との相性のいいバッター探してるんですよ。なるほど。おっ、バットスクイズか。いや、秋山は走っておりません。いや、ツアードですからね、スクイズじゃないしね、カウント1-3、絶対打ってくるだろうっていうカウント、相手の隙をついたいいアイディアなんだけどもね。この回からサードにピンチランナーを告げられた山越が、そして飯塚が一塁に移っております。ファーストは飯塚、サードが山越です。キャッシングアウトの三振。